バースデーグリーティングカード届いた。ありがとうございます。実はこれね、黒羽さんからなんですよね。ね、気の利いたことをしてくださって嬉しいです。あのこれ可愛いでしょ。こうやるとあ立体になるんだよね。すごい ね。これ説明書を書いてあったんだけど、ここになんかこう一番下のところにこう帯みたいなのがくっつくみたいなんだよね。ところがね、それ取り出せない状態になってた。この中に、封筒の中にひっついてますこういうのがまたらしいっちゃらしいんだけども、ほらのり封のこののりにくっついちゃったみたいね残念です。いやでもかわいいのいただいたの嬉しかったです。ありがとうございます。さらにね、昨日聞いたこともしていただいて、写真を送ってくださいました。2枚あるんですけど、こっちの写真は、YouTube でね撮影した時に、そのどっかの切り抜きを送ってくれてるんですけど、私がねその笑顔の写真が欲しいっていうふうに前々から言っていて、でこの笑顔でなんでそんな写真が欲しかったかっていうとね、ストレスを軽減させてこうイライラの緩和に役立つっていうのが脳科学的にこう証明されているんですよ。だから家族のこう笑顔の写真、家族写真とかたくさんこう飾ってあるお家とかはやはりその実際の笑顔も数が多いって言われていて、で私はもう写真なんかも全部ほとんどもうなくて処分してきてしまったので、いや自分が笑顔の写真ってほとんどなくってね。でさらにこう誰かと一緒に写っていて笑顔っていうのが良いみたいで、でもここの今いる環境でこう実際に笑顔をなかなかこう作ることができない状況なんですね。で人の笑顔を見ることもない状況でなかなかこうストレスっていうのがやっぱフルになっちゃうし軽減できないところを、この笑顔の写真でね緩和しようっていう試みなんですね。でどうしてそれ笑顔の写真を見ることでそれが可能になるかっていうと、脳の中にニラミューロンっていうね細胞さんがおって、モノマネ細胞っていうふうにも言われてたりとかするんだけど、実際自分が笑顔じゃなくってもその笑顔を見ることで自分が笑顔になってるっていう風にこう脳が認識してくれるんですよね。錯覚を起こしてるんですけどでもそういう風に、錯覚を起こさせてストレスの緩和をしようという試みなの で、私結構写真を見ていただくと分かると思うんだけど、結構いい笑顔するのよ自分で言うけどこの写真はこの写真ではちょっと笑える要素いっぱいあるんだけども、まずなんかちょっと髪の毛短すぎちゃってね、笑っちゃうけど、あと黒羽さんの顔ね、これで一生懸命多分笑顔を作ってるんだと思うんですよね。黒羽さんはね昔からこう笑顔を作るっていうのがちょっとなんて言うんでしょう、写真を撮るときっていうのは特になんですかね、男性はね笑顔がこう、ね、引きつってるって言ったらいいのこれ本当になんか笑ってるっていうちょっとなんかほらほらちょっとなんか笑ってないみたいな感じっていうかなんか無理して笑ってるような感じに見えるよね。で私は結構、笑顔を作る方だなっていうふうに思うんですけど、これはまだまだ私元気だった時にお友達同士でですね出かけて行った時に、これ何だったっけ、アイラブゲームなんだっけこれ、ニコニコ動画のなんかあれ、何だったっけ、ゲームの祭典みたいなやつ、何だったっけこれ、なんていうやつだったっけ、忘れちゃったね、舞浜で、やったんだよね。でその時にねこのなんかすごい大きな、なんかこうなんていうの、こういうの、すごいでしょこれ、作り物だけど
まあ軽い素材ではあっても、実際もものすごい重たくてでかくて、これ私なんですけれども、これ面白くてね、写真撮りたくって、で撮ってきたやつね、まだ若いでしょ。 これね、要はちょっと顔が見にくいけども、まあ楽しい思い出っていうんですかね、お友達同士でこう遊びに行った思い出の写真っていうのも、ほんと1枚もうちにない状態だったんで、これ送ってもらえてとても嬉しかったです。これ飾っておきたいと思います。 そしてかわいいバースデーケーキのこれね、グリーティングカードもちょっと飾っておきたいと思います。実際のケーキじゃなくても、なんかこれかわいいね。私自分で自分バースデーケーキ作ろうと思います、誕生日。ちょっとね、誕生日前にこれ届いたので嬉しいですね。それまたアレンジできると思います。